父親は今年50歳になる。母親の料理はとても美味しい。私は長女で妹が一人いる。姉に元気な長男が生まれた。次女は母に似ている。次男はとても背が高い。三女は小学1年生だ。三男は兄弟の中で一番元気だ。彼は5人兄弟の末っ子だ。私の友達には一人っ子が多い。私は三人姉妹の末っ子だ。父親は一人娘の結婚式で泣いた。最近、親子でよく海外旅行をしている。佐藤さん夫婦は毎日散歩している。部長ご夫妻の家に招待された。石田さんと私は親類です。うちの先祖に有名な侍がいるそうだ。私は両親をとても尊敬している。今日、いとこが遊びに来る。おいもめいもとてもかわいい。子供を連れて近所の公園に行く。妹の顔は父親にそっくりだ。彼もサッカーの仲間に入れよう。クラスメートはみんな仲良しだ。田舎に帰るといつも幼なじみに会う。彼との友情をいつまでも大切にしたい。親しい友達の結婚式に招待された。知人の紹介で彼と知り合った。明日のパーティーのメンバーは誰ですか？子供たちは手をつないで学校に行く。彼はクラスメートだったが、当時はあまり話さなかった。友達の婚約を祝うための会を開いた。